渡辺由衣入れ込み情報。言ってない。いよいよ明日からは日本シリーズ。さあ、あれのあれのあれ、そう、日本一を目指してやるしかない。はい、なんか知んないですけど CS ファイナル、なんかドドドッチュって言ってなんか3連勝しちゃったんですよ。びっくり。なんか阪神だからなんか何かやらかすんじゃないかってちょっと疑心暗鬼なところがあったんですが、ところがどっこい、あれあれと行きました。でも相手はね、ちょっともう3連覇してオリックスさんで油断なんてこれポッチもできません。なのでちょっと、ね、日本シリーズでもちょっとやらかしがあるので過去さまざまな、なんでちょっとね頑張って、もう38年ぶりの日本一なんて欲しいです。こんばんは、レイアンドユイのホームランラジオパーソナリティの松崎玲です。同じくパーソナリティの渡辺由衣です。はい、あ、私たちちょっとね、インフルやらそうなんやら、ね、流行ってる、流行っておりますので、ちょっと予防につけております。予防してます。はい、来週もライブあるんで許して。そうね、そう頑張って頑張るぞ、うん、やばいよえ、この間ね、なんかそのミリオンさんのね公式がなんか、うん、あと10日みたいな感じのなんかツイッターを書いてて、うんうん、あれ見てメンバーみんな、え、嘘やろ、え、みたい、みんなだってて、あと10日待って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 みたいな感じで、私もその一人でした。本当、え、待って、あと10日しかないの、ちょっと待ってみたいな。そう、でもライブ中に、うん、そうなの、試合があるわけではない、ある可能性はあるの、あたちみたいなことになるよ。え、そうなの、あたち終わってると思ったら終わってなかったからね。うん、あたちにもね、恥ずかしかったら怖く、怖ー怖っ、え、どうなってんの。え、だからそれも6戦目7戦目なの、うんうんうん、だから最悪7戦目までもつれちゃうと、あれよ、かぶっちゃってんのよ7戦目、うん、でも普通さ、ライブ終わったらもう終わってるから、あー、でも割と早いのよ。あ、そうな、ま、日曜日の方がそうか、あの、そう、次の日、そうそう、し帰る人のために早く終わってるか、そうそうそう。でもね、あれはびっくりした場合、あれ延長やったんやったっけ、なんか長かった日やったよね。長かったよ、延長あった、延長、そうあったよね、そうやね、うん、無理だよ、買いまさぎ無理だよみたいなこと言ったの懐かしいわもうなんかね、日本シリーズだって、そう、11時過ぎやって、あ、そう、11時、そう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 、ほんまよ、もつれたら、そう、かぶっちゃうな、ライブと。そうなんだ、そう、かぶっちゃう、そんなことがあるかもしれないし、かもしれないし、もしかしたら早くどちらかが優勝して決まるかもしれないし、うんうんうん、って感じですね。全く無関係でしてえ、逆にどうお過ごしですか、最近野球関係で言うと。野球関係、まあ、そもそも、うん、CS の、うん、がその日やってるっていうことももはや分かってない生活をしててでスポーツニュースとかをなんかこう見るじゃん、うんうん、そしたら、うん、正隆さんが始球式に、うんうん、あの来たみたいな、始球式、そうそうそう、何の始球式、おおみたいなあ、今日、あ、今日なの、あ、そっかみたいな、そのぐらいの感じでしたはい、ねえ、はい、そうなんです、やってたんですよ、実は。でございます。でも最近お聞きしまして、オリックスファンさんが、はい、ヤクルトが来てた時は、うん、よかったんだなっていうことを感じられているということで、耳に挟みまして、そうですよ、オリックスファンさん、はい、阪神が上がってきたのめちゃくちゃ迷惑がってるんですよチケットな、そう、チケットが取れない、ヤクルトの時は取れたやろ、そうだから阪神マジでもう二度とあの日本シリーズに上がってきてほしくないっていうあれを拝見しました。私もそこそこの、うちもね、全然もっと全然チケットね、はい、全然売れてない時代から結構人気球団になったんですけど、うん、それでもそこそこでございます、うん、そこそこの人気球団と
超人気球団のやっぱさがチケット争いにねやはり出ますよ。でもね思ったの、うん、そうやって言うじゃん、もう二度とね日本シリーズに来てほしくないって言い方されるんだよ。わかる、どういう意味かわかる皆さん、それわかります。チケットの方にどうしてもあのこう目線というか行きがちなんですけど、違うんですよ。オリックスはまだしばらく1位にずっと い続ける気なんですよ。いや僕もそのつもりでした。そうそう僕もそのつもりだったので気持ちはわかります。その気持ちはわかります。その気持ちはわかりますし、その気持ちでいたかった。あ、いたはずなんですよね。はい、そうなんです。だからこういうことにもまあなるよって。あるよ。でもオリックスファンの人たちはでもそういうのもちゃんと知ってる人たちが、うん、そうね、結構支えてると思うのでね。うんうんうん、まあそうなったらその後で、お、うん、よしよし、耐え忍ぶかみたいな感じだったと思うんだけどね。いやもうほんとね、ちょっとすみません、チケットがねほんとまた転売がほんと相変わらずで、人気球団だと狙われるのよ、全く関係ないさ人たちからきっと。え、なんかさ、わかんない、それが抑止力があるのかわかんないけどさ、うん、なんか今年試合行きました保証書みたいなのさ、なんか最悪だからそれで行きたい人だっておるわけやん。そういうお祭りだから行きたい人っていうのもあると、その人たち買えないのも、それもかわいそうやな。そうそうそう、なんかなるかな、またファンになるかもしれんからね。あの六コーラスの一番を歌ってくださいね。いや、とりあえずそういうお祭り行きたいっていう人もおるから。ああ、もう本当に。ちょっとチケット転売は本当に良くない。すごいね。なんでそういう人たちのところにチケットが行っちゃうの、売る人たちに。もうすごい台数とかでやってんのかな、ね、機械とか使ってんの、すごいよね。びっくりしちゃった、なんか値段見て50万とかあるって聞いたよ。どこの席で、わかんない、なんかニュースで見た、50万でなんか出てるみたい。何、一番いい席とかかな。でもそれでも売れちゃうの。でもなんか話したんだけど、やっぱ50万でもね、阪神のさ、やっぱさ、何、日本一が38年ぶりかもしれないってなってたけど、果たして自分はあと38年後生きているんだろうかってなった時に、50万なんてそれがな、ずっと売れ残ってても、うん、例えばじゃあそれがさ、第な、うん、先の方で、うん、これあるかもしれないってなったら多分売れちゃう、売れちゃうよね、うん、そうなのよ、絶対売れるのよ、でもね、だからね、そうだから売る人がまた売っちゃうのよね。でもなんかそういうね、転売対策をしたチケットの販売がね、うん、できたらいいのにね。ね、なんか対策が欲しい、そういう、結構さ、ライブとかのチケットは本人確認しっかりしてるとことか、顔登録してとか、うんうん、あるじゃん。野球ってもうなんかそのさ、スマホ、あ、そのスマホを持っていかないといけないとか ね、あるけどないもんね、野球って結構なんかその辺するのないから。ねー、でもなんかさ、ちゃんとリセールに出してる人たちはいてさ、もう素晴らしいと思ったんで、分かるわけじゃん、もう何円でのと、実際だったらさ高く売れちゃうっていうの分かってるけど、それでもちゃんとこうリセール、拍手だったリセールね、そうなったらいいよね。ね、本当にそうしてほしい。はい、ということで、はい、この番組は野球を愛する熱き魂を持つ私たち2人がベースボールをベースに声優として一人の女子として成長していくラジオプログラムです。はい、この番組では皆さんからメールを募集しています。今日のメールテーマはドラフト採点してみた、うん、はい、ちょっと日本シリーズの話ばかりしてしまいましたけれども、昨日、はい、ドラフト会議が行われました。皆さんの推し球団の指名はいかがだったでしょうか。ズバリ皆さんが思う点数を教えてください。また延長戦では、プレイバッククライマックスシリーズと題して CS を振り返ります。クライマックスシリーズで印象に残った試合がある方はメールでぜひ教えてください。お願いします。うん、私結構さ、そのドラフトさ、うん、どの選手がこの選手こうですごいいいっすよみたいな、そういう情報もね、そう、もし知ってる方がいたら聞きたくて、私も全然もう今年のドラフトはやっぱその前にちょっと忙しかったから結構薄い、あー、この選手聞いたことあるわとか、あー、注目の人だったよねとかっていう、うんうん、ふんわりしたあれしか、そう、だからちょっとよかったら詳しい方、よかったじゃないですかこの選手みたいなのを教えてくださると嬉しいです、うん、ね、お願いします。メールは番組公式ホームページの投稿フォームからお送りください。送っていただく際は住所、本名、電話番号を忘れずに。番組公式 X のアカウントホームランラジオ、番組推奨のハッシュタグはカタカナでホームラジです。では今夜も試合始めていきましょう。レイ&ユーのホームランラジオ、プレイボール。レイ&ユーのホームランラジオ、この番組は
ホビーショップアミアミの提供でお送りします。レイ&ユイホームランラジオ。レイ&ユイホームランラジオ。さてさて、今夜も始まりましたこの番組ですけれども、はいはい、岩田ジャパン、アジアプロ野球チャンピオンシップ2023の出場選手が発表されましたねと。はいはい、ね、阪神から4人、はい、及川投手、木石投手、佐藤輝明選手、森下選手が選出されて、ヤクルトが、はい、田口投手と吉村投手が、うん、はい、選出されております。ね、阪神もね、村上頌樹投手がでね、選出されるかもって、なんかごめんなさい、嘘じゃん、パパお父さんから電話だった。びっくりしたんだけど。厳しい。ごめんなさい、まさか私切っとけよ。いや、切ってると思ってたの。パパまだ起きてるんだ、いつも寝てる時間。びっくりした。私切ってると思ってた。意味深じゃない、かっこ意味深じゃない、リアルパパ。うん、ちゃんと名前出てたもんね、お父さんの名前。びっくりした、思わずパパってなっちゃった。ごめん、失礼しました、ごめんなさい、切ってると思ってない、切ってなかった。こんなことやるの初めてだわ、仕事中に。やだ、トコトン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 じゃないよ、びっくりした、私も切ってると思ってた、やだ、びっくりした。お父さん絶対知らない、あのホームラジなんつとか。何なんだろうね、こんな時間にいつも寝てるはずなのに。もうどうしたらいいの、うん、そう、早め、お父さん朝早いから寝るの早いんですよ。あ、びっくりした。はい、で、あ、なんだっけ、村上投手は、うん、そう、あの、もう選ばれるかもってあれだったんですけれども、まあね、今年初めてがやって試合でいっぱい投げてるっていうのもあったりとかして、うんうん、ちょっと辞退という形になったみたいなんですけれども、そうなの、うんうん、なんかうちはもうこれよりも、うん、あれ、フェニックスの方でかな、うん、あの沢井蓮くんと、うんうん、あ、なんか長岡くんが守備で衝突してみたいな、うん、なんかそのツイッターで見た、あ、X、それすごい心配なのと、うんうん、続報ないの特に。なんかあの田口投手のインスタのストーリーで、うん、なんか、まあ、思ったよりは元気そうみたいなのが一応あの生存報告はされてて、うんうん、あと奥川さんね、あ、なんか また喧嘩、わかんない、腰なんだっけ、上半身だっけ、なんかコンディション不良かなんかで帰ったとか、まあ、でも手術はせんのやろな、あれは、ね、なんかした方がな気もするんやけど、ね、シーズンに合わせるためにみたいな、早めに帰ってきたっては言ってるけどね、うん、ちょっと心配なことがちょっと続いてるなっていう感じです、うち、うん、ヤクルトね、うんうんうん、もうでも、うん、もうそんなことよりでしょ、もうまずは目の前のもう戦いをね一つ一つ重ねてね行くぐらいですよ、くらいというか、ね、それです、な、はい、ではメールをご紹介していきます、はい、レフト51番Q さんからいただきました、ありがとうございます。松崎さん、渡辺さん、こんばんは。こんばんは。テーマのドラフトもいいですが、こちらも忘れてはいけない、うん、明日からの関西ダービー阪神対オリックス。さて、関西ダービーを存分に堪能したいところですが、阪神にとって大きな壁となるのはやはりオリックス山本由伸投手。最終戦までもつれ込んだ場合、この大投手を2回相手にしなければならない可能性が高いです。シーズンのデータで見ると両軍ともに投手陣が優秀だったのは言うまでもありませんが、野手に目を向けると見えてくる差があります。盗塁数の数では阪神がシーズン79盗塁、オリックスが52と阪神有利。チームパワーは阪神が本塁打84本、オリックスが109本でオリックスが有利と、どちらも明確な長所があります。そして共に恐怖の下位打線、阪神木浪選手とオリックス若月捕手が何かミラクルを起こしてくれそう、そんな気がします。おそらく多くの人が人生初となる関西ダービー、地元近畿勢としてテレビの前で大いに楽しみ応援したいと思いますと、いただきました、うん、うん、ね、あれ時間差でパレードなんだっけ、あ、なんかそう、時間差で、あとなんか2つ2箇所、うーん、
神戸とそう大阪でやるみたいな感じなんですけど、そうなんですよ。予告先発発表されてましたね。そう、明日あらどっちもいいピッチャーで、そう、初戦を取りたいというね。そう、村上投手で、なんかその交流戦では前回 2-0 で負けているので、確か今年の、だからその同じ投手のとの対決がなったんですけど、そう頑張ってほしい。あ、そう、ラオウさん結局どうなんやろねと思ってた。あのクライマックスシリーズでね、あの打った後にちょっと走塁の時にちょっとおややっていう感じで、もう帰りはなんか一応自力というか歩いて帰ってたっていうのを見たんですけど、その後ちょっと私続報知らないんですけれども、どうなんですかね、代打的なああいうのに出るのか、それも ねできるよね。うんね、そうなん。結局今年はどうなるの、あの DH で、あのそっちの時、あパの時が DH ありで、そうでセリーグになったらあの DH はなしでいいんだよね。うん、うん、そうですね。まあ、でもね、これホームラン数とかでは言うと、まあ、阪神甲子園はちょっと広かったりとかね、そういうとこもあったりするから、でももう全くリセットじゃないですか。まあエントリーセットね。うん、え、ちょっとアンケート取ろう。データはあるやろうけども、どっちが勝つ。あ、いや、どっちもう日本一になるか。おー、どっちやろな。どっち、私正直も、いや私はね、なんか、なんか嫌味に聞こえたら申し訳ないんだけど、なんか、なんだろう、阪神むっちゃ強いなんて感覚はどうしてもなんかないのよ。もう染みついちゃってるせいか。でもなんか、あれ強いんやなみたいな。勝つから、優勝するし勝ってるしで、やっぱ強いんや阪神みたいな感覚なんよ。だからなんかオリックスにはやられるのかなとかって感覚が抜けないのよ、どうしても。どうせダメトラをよく見てきてるから、どうしてもなんかね、こうまだちょっとやっぱ自信持って、まあ、絶対余裕でこんな日本一やわとかって言えないんだけど、でもなんか周りのさ、この間のそれこそ CS のさとかもさ、絶対阪神上がるよって周りのね、その他球団ファンの人たちみんな言うの、絶対阪神って、まあアンケートでもそうだったじゃん、うん、なんかなんか強いんかなみたいな、なんかまだでもその感覚かもっていうことで、結果、おお、結構割れた。オリックスが 59.5%、 阪神が 40.5%。 あ、でも割と割れたね。おお、なるほど。まあ6-4ぐらいか。うん、うん、まあいい勝負させていただけそうな感じじゃん。そうだね、ね。うん、いいじゃん。いやまだ本当になんか強いんだよね阪神って。うん、そうよね、強いよね、やっぱそうだよね、まだすごい強いんです。あ、まあ、いいじゃん、いいじゃん、あ、いい、あ、判定です。あ、まあ、判定でも、あのみんな両チーム怪我なくいい試合にしましょう。ホームラン、センターバック、センターバック、センターバック、ずっとバック入った、ホームラン。懐かしい感じをもはやしてる。え、まだなんかシーズン終わってない人。なんか、あ、そっかみたいな、熱量が違いすぎて。1ヶ月前ね。そうそう、熱量違いすぎて、あみたいな。そうそう、だってその感覚が久々やもんね。だっていつもこの時期はさ、まださ戦い、あ、そうそう、シーズン終わってなかったから、まだずっと戦うしてたじゃん。そうそうそう、だからもう普通の生活になってて。そう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 、そうね、すごいなんかフラットな気持ちで、なんか今まではドラフトもこんななんか大事な時の間にあって、もうハラハラみたいな気持ちだったけど、何の気なくドラフトを久々な感じね、そうそう、見たりっていうので、あ、そっか、この熱量だった、そういえばシーズン中はみたいな気持ちを思い出した。今見てちょっと思いました、なんだろうこの気持ちの差って思ったら、そういうことでした。いきます。ポジションセンターの千楽さんです。ありがとうございます。昨日行われたドラフト会議と並行して地上波で放送されたドラフト特番、福
数名のドラフト候補に密着した映像で、最初に紹介されたのが、3球団競合の末に DeNA が交渉権を獲得したエネオスの渡来選手、うん、ナレーションが下地篠さんだったことにも驚きましたが、やはり何といっても指名直後の渡来選手のご家族とスタジオの古田さんのやり取り、うん、古田さんの、和田は元気と、元チームメートでもある渡来選手の父博文さんとの会話から始まり、ご家族そして古田さんの双方から嬉しさが伝わってくるやり取りはとてもほっこりしました、来年からデスター社軍団に加わるであろう渡来選手のこれからの成長と活躍が本当に楽しみですと、わ、うん、かります。よかったね。本当なんでだろう、うん、自分のヤクルトのチームよりも、うん、心配して彼のことを見ていました。すぐだったから。そうね、やっぱね、ドラ1だと、ドラ1でね、もうドラ1、ドラ1だよ、3年間で頑張ったねって。ほんと3年前はね、めちゃくちゃ悔しい思いをしたじゃん、うん、なんかそのドラフトトップバンの前 の, そのなんか取材記事みたいなのが上がってて、うん、それも古田さんとの対談みたいな感じだったんだけど、うん、すごいやっぱあの時悔しくてっつって、うん、でもでもこれで終わったわけじゃないし、うん、まだプロになれるかもしれないっていうお父さんの言葉があって、うん、もう次の日からまた振り始めてみたいな、うん、強化して頑張ってきたって、うん、そしたらバッティングが良くなってきてみたいなのがあって、うん、もしお父さんより上で指名された時とかはお寿司おごってくださいよ古田さんみたいに言ってて、いいよ行こうよ行こうよって言ってる記事だったのね、うんうん、それでドライチでさ3球団競合してね、もう嬉しかったね。なんかなんだかあれ炎の大会 TV だっけ、トスバッティング、うんうん、あれもさ、うんうんうん、私なんか見てたから、あらまあ大きくなってというか、お母さんがね、お母さんがやってるの見てたからさ、おーと思って、いやーよかったです、本当頑張った ね, ね。でもお父さんがさプロ野球選手でって、うん、息子がドラ1って今まであったのって、一茂さんは、うん、あ、そうかそうか、でそれ以来このすごくない、一茂さんぐらいしか浮かんでこんかったけど、それ以来ってすごくないって思って、うん、なかなかないよね、すごいよね、いや本当にすごい、頑張ってほしいです。でも、うん、すごく合いそうだなっていう、ドノベさんとかもそうなんよね、すごいね、でもそんないるわけじゃないから、そうだよ、でも私何がなんか良かったなって思ったのが、渡来さんのお父さんが、うん、なんかお父さんを超えたいですみたいな、 うん、もっと目標上に言ってくれよみたいな言ってたのがなんかもう、なんか微笑ましくていい関係だなって思ってね。あとなんかテレビでその渡来くんが、その古田さんと一緒になんか写ってる、子供の頃に一緒に写ってる写真とかテレビで上がってて、お父さんの引退試合を子供の頃の、うん、この子供たち2人いるじゃん、うん、兄弟、うん、と一緒に古田さんは一緒に引退試合を見てたの、その写真だったと思う、うん、すごいなと思って、であのちっちゃい子が感慨深いやろなって思うわと思ってね。でもなんか顔もさイケメンでさ可愛い感じで、うん、なんか DeNA 顔やなってなんか思った、ね、実はみんなのこと思わなかった、あ、この人は巨人が行きそうとかさ、え、楽天の子やったかな、楽天かなんかのドライツのかな、あ、楽天ってめっちゃ思ったよね。ヤクルトもさドライチ指名した子だ、うん、競合したけどさ、うん、どうも来なさそうな顔だったんだよ。あ、そうなの、うん、うん、なんだろうねこれって思いながら見てたけど、ね、ちょっと話そそれちゃったけども、はい、いや嬉しかったです、ガッツポーズしました、ね、私は、ね、よかった、いただいてよかったねっつって、ドキドキしちゃいましたもん、もう、はい、でもなんかもともとね横浜育ちだし、うん、なんか横浜ファンなんだよ ね、うん、やっぱ球場が近いとね、うん、身近だよ ね、うん、はい、ということで判定は、はい、来年大活躍することを祈って、あ、ホームラン打ちました、打ち上げた、大きい、これはセンターだ、センターが下がった下がった下がった、どうか、入った、センターバックスリーホームラン、グランドスラム満塁ホームラン、もう私たちね直接対決しますけれども、はい、見たいですね、そうですね、私はただ阪神戦以外のご活躍をお願いいたします。
はい、ということでたくさんのメールありがとうございました。レイ&ユイのホームランラジオ、レイ&ユイのホームランラジオ、あみあみ情報局。やばい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 、二人とも面白すぎる。レちゃん何見てるの？あーいやね、ルーちゃんとね、武田ラリサだ、タゴ大先生のね、うん、ラリルーレロですよ。もう最近ハマっててずっと見てるんですわ。あー知ってる知ってる。ラリルーレロといえば、ホムラジにもあの差し入れしてくれたことあるよね。ある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 、うんうん、そのさ、もらった和菓子がさ、うん、超美味しかったんだよね、うんうん、また食べたい。あーそうだ、そんなレイちゃん朗報があるよ。ん、武田ラリサタゴさんの出身地岡崎市にある老舗和菓子店備前屋さんとラリルーレロのコラボどら焼きが発売されるよ。マジですごい。え、しかも、大先生が書き下ろした、うん、ルーちゃんの似顔絵と大先生の似顔絵と番組ロゴの3種類の絵柄が入ったスペシャルなどら焼きなのね。そう、コラボどら焼きは備前屋さんの通信販売と本店の店舗で10月31日火曜日まで販売予定へということで、メモ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 で、どら焼き、コラボどら焼き6個セットを購入すると、うん、大先生書き下ろしの番組ポストカードがついてくるんですって。かわいいね。大先生ホムラジでも書いてもらえませんかね。ほんまよ、書いてほしい、書いてもらえませんか。アミアミファミリーとしてはこれは要チェックだね。うん、ラリルーレローは隔週月曜22時30分から放送中。次回の放送は10月30日です。はい、大先生、ルーちゃん、宣伝したいたよ。レイ&ユイ、ホームランラジオ。Ray and Yui, Home Run Radio! Ray and Yui のホームランラジオ。この番組はホビーショップアミアミの提供でお送りしました。お送りしてきましたレイ&ユイのホームランラジオ、そろそろ試合終了のお時間です。この後は番組のニコニコチャンネルにてチャンネル会員向けの放送1時間お送りしていきます。番組を気に入った方はぜひそちらにも遊びに来てください。はい、うん、そちらでいっぱい語ることがあるんじゃないですか。そうですね、そちらもそちらも、いやそちらも語っちゃってくださいよ。はい、もうドラフトの話ねやっていきますのでお楽しみに。はい、ということでそろそろ時間です。レイ&ユイのホームランラジオ、ここまでの相手は松崎レイと渡辺でした。ゲームセット、バイバーイ。